も奈良込みのタカです。今回は店名が可愛らしいとあるお店に行きたいと思います。実は昨日行われた天神さんとのコラボイベントに来ていただいた視聴者さんにもおすすめと教えていただいたお店です。めっちゃ楽しみ。現在24号線を田原本方面に走行中、坂手の交差点を東側に曲がり少し直進すると赤色の丸い看板が。おお、よし行ってみましょう。今回お伺いしたのは奈良県田原本町にある麺どころちゅるちゅるさん。外観もおしゃれ。店内の雰囲気は気のぬくもりとモダン風なおしゃれな雰囲気が融合してていい感じ。何を頼もうか迷ってましたが、お得なランチメニューがあったので注文。今回注文したのはエビフライランチ。こちらのエビフライ、カメラで見るよりも実際で見た方が迫力があってボリューミー、野菜もたっぷりあってめっちゃ嬉しい。そしてこちらのミニうどん、50円プラスでお蕎麦に変更もできるとか、白ご飯もついてきます。漬物も佃煮も。見てください、このエビフライ。持ち上げたら大きさわかるかな。おうどんも太くてつるっとした見た目で美味しそう。それではいただきます。まずはうどんからすする。うひょー、優しさあふれる出汁が寝起きの僕の体を染み渡る。次にエビフライをパクッと。サクサクの衣と想像以上のプリッとしたエビがめっちゃ美味しい。白ご飯と一緒に食べたくなる。だからすぐさま口に運ぶ。うどん屋さんでこんなにエビフライのレベルが高いとは正直驚かされました。野菜を食べて、うどんも食べて、数分で完食。ボリューム満点、ごちそうさまでした。奈良込み。はい、ということで麺どころちゅるちゅるさんの方でランチ食べてきたんですけども、うまかったですね。大満足。ということでね、こちらのお店はね、視聴者さんにね教えていただいたお店で、前々から教えてはいただいてたんですけども、昨日のイベントでもね直接ねお伺いしてくださいとね言っていただけたので、まあ、今回ねお伺いさせていただきました。でね、こちらの店メインはうどんとかそばにはなると思うんですけども、僕はねランチをね食べさせていただきました。でランチもね、あの種類は何種類かあるんですけども、僕はその中でねエビフライのねランチをねさせていただいたんですが、別のメニューでね大エビのねフライみたいなのがあるんですよ。でそういったねものが置いてあるお店ってね、エビフライってなったら、まあ、結構ちっちゃいエビが出てくるなってちょっとなんとなくそういうイメージがあったんですけども、実際出てきたエビがねめちゃくちゃ太くてプリップリですごい食べ応えがあったんですよ。タルタルソースともマッチしてめちゃくちゃ美味しかったですし、最高でしたね。でまたこちら嬉しいなと思ったんが、サラダもねボリュームありましたし、うどんもついてくるんですけども、あったかいうどんと冷たいうどん選べるんですけども、僕はねあったかいうどんにしました。でね、このうどんがねすごい麺がツルツルしててね、めちゃくちゃ美味しかったですね。体も温まりました。他にもねメニューがすごい豊富で、もちろんうどんだけでもねいろんなねメニューありますし、そばだけでもいろんなメニューあります。丼もねありますので、次ね皆さんお好みのものを選んでいただいて食べてもらえたらなと思います。で店内はねすごいね落ち着いた雰囲気のお店で、テーブル席もね2人掛けのテーブル席があったり、4人掛けとかね、あと8人掛けとかね、友達とお伺いしたりとか家族でお伺いしたりとか、すごく使い勝手がいいお店やなと思いました。またね、店舗の奥の方にもね、席があって、個室とかではないんですけども、なんかちょっとね、こう離れたところに席があって、で、そちら別に予約席とかでもなく、普段でもね、使うことができるということなので、落ち着いて食べたいよって方はね、そちらの席で食べてもらうのがおすすめかなと思います。なんかお店には奈良漬けみたいなのも置いてあったりとか、食べ物以外の部分でも見どころもあるなと思いましたので、ぜひ皆さんね、お近くやられた際、ぜひ足運んでもらえたらなと思います。駐車場もね、お店の横にありまして、止めやすい駐車場になってますので、気軽に来れるかなと思います。本当にね、一人でもね、いろんな方とね、利用しやすいという部分もありますし、最後のお茶のサービスとかもあったりして、すごくね、心温まるお店やなと思いました。店主さんとかね、スタッフさんもね、すごくね、
愛想も人柄も良くてね、また行きたいなと思いましたので、ぜひ皆さんこちら足運んでもらえたらなと思います。今回はねこんな感じで終わりたいなと思います。こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、インスタ、グッズ販売等も行っておりますので、概要欄の方確認お願いいたします。本日の高野一言、チュルチュルだけにうどんチュルチュルしてた、ツルツルか。次回の動画でお会いしましょう。バイ。